はい、皆さん、こんにちは。X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。ゴールデンウィーク、皆さん、いかがお過ごしでしょうか。どこもね、行けないと言ってる場には、この前ね、奈良の方行きましたらね、結構バイク走ってるんですよ。それはもう、みんなのお決めになったことから、またこれをどうのこうの言うとね、ちょっといろいろ気悪くされる方もいらっしゃると思うんで言いませんので、それぞれのね、責任においてね、楽しんでいただいたらいいかなと思うんです。はい。はい、さて今日はですね、この頃、私の勉強ね、それから皆さんも興味のある方はぜひ見ていただいてね、一緒に楽しんでいただけたらありがたいんですけども、125cc とか150とかね、私の乗ってないようなバイクもね、研究させていただいて、ああ、なるほどな、ということがね、結構多くてね、各メーカーさんの努力ってね、本当に敬服すること多いんですよ。で、今日はですね、400cc のクラスは私は中免なんで、ここまでなら手届くんですね。ただトータルな経済性とか燃費とか、コストとか、ね、トータルのことで言えば250の方が車検もないし、いいかなと。燃費もいいしね。いいかなということで250乗ってるんですけどね。でもやはり400というのは皆さん、乗っておられる方はね、高く評価されてるとよくわかるんで、今日はね、400cc の、カテゴリーをね、ちょっと研究してみたいと思います。はい。では、早速、行きましょう。おじんがうちゃうちゃ言ってたってダメなんでね、今回もソフトークで、流しておりますんで、よろしくお付き合いください。はい、それでは、早速、400cc 激戦区のバイクを見てみましょう。選んだのはホンダ CBR400R、ホンダ 400X、山は SR400、山は YZFR3、川崎、忍者400、KTM390、アドベンチャーの6台です。また燃費についてはリッターあたり20、25キロと思っていただければ良いと思います。これについてはあまり大差がありません。鈴木さんも入れたかったのですが、鈴木さん、は400はスクーターのバーグマンだけで、最近のニューモデルはありませんでした。400クラスでお買い得車が出てくれば嬉しいのですが、メーカーさんの販売戦略と思います。それではまず、ホンダ CBR400R から行きましょう。これはホンダさんの CBR シリーズの豊富なラインナップの中の400という位置づけです。とにかく格好を優先したフルカウルスポーツで、ライバルである川崎忍者400と対等に渡り合える実力の持ち主です。装備も ABS 付き、シート高もそれほど高くないので、女性ライダーからもこのクラスでは注目されるでしょう。赤い目を引く車体のカラー派なかなか活かします。フューエルインジェクションや ABS、は当たり前。ですが、スリッパ、クラッチもついており基本的な要求以上に作りの良いものになっています。品質の良いホンダさんの作りですので、乗り出し、85万円走り走も多いでしょう。次に、400X。これはホンダさんの技術で、スタイリッシュかつアドベンチャーバイクを作ったら、どうなるかに挑戦したバイクと申せましょう。やや車高が高いですが、オフ車派大体、シート高が 850mm 以上ありますので、400X のシート高 800mm 派かなり万人向けと言えます。オンロードバイクと同じような、乗りやすさを追求したアドベンチャーバイクです。2気筒 DOHC エンジン搭載なので、46馬力を発生します。パネル周りはタコメーター、スピードメーターが一体となったデジタルメーターは、とてもシンプルで見やすいもの。となっています。アドベンチャースタイルのオプションも豊富なので、このバイクをカスタムして乗る楽しさも他のバイクにないポイントです。現在 400cc のアドベンチャーバイクは少ないので 400cc の支持層から破絶大な人気があります。しかし、全般的に品質のホンダさんだけに乗り出し、86万円の価格設定をどう評価するかがポイントでしょう。次に行きましょう。次は、ヤマハさんの SR400 のファイナルエディションです。もうモースまでもなく名車 SR400 のファイナル版です。キックスタートですが SR400 のアイデンティティは最後までそのまま残されていたのは SR400 の偉大さを物語ります。
短気筒でギアは5速、おまけ2馬力を語るバイクでは、ありませんが、24馬力という、このクラスでは低い、スペックながらその独特な振動を持つ乗り味は多くの人を今でも、魅了しています。クラシカルな空冷短気筒車派も生産終了に、なってきておりますので川崎の、エストレア、と同じような運命を、たどる中では、貴重なバイクでしょう。メーターもアナログなものですが、400cc のバイクが、乗り出し70万以上するものもざら、川崎のエストレアが最新式中古でも、80万円程度する中で、乗り出し61万円で乗れるのはとても良心的な価格、設定と思います。次に同じくヤマハさんの YZF-R3 を、見てみましょう。数ある 400cc の、バイクの中でヤマハさんは排気量、を少なくしながらハイパワー、低燃費、コスト削減、お測り、乗り出し61万円の、コストパフォーマンスの良い、作品がこの R3 と思います。このヤマハさんの戦略は、XSR155 と、同様な、コンセプトでライダーから絶大な支持を、得ています。倒立フロントフォークを、搭載しており、乗り心地、とハイパワーで攻める乗り味を、大切にしている、点でも大変優秀なバイクです。とにかく 250cc クラスの、バイクと同様な値段で乗り心地が、よく、かつ高性能という点は、特筆すべきバイクです。400cc クラスのバイクで、車検がなければ、間違いなくセールスナンバーワンに、輝くでしょう。次は川崎忍者400です。忍者400の車体は250と同等です。それでいてエンジンはこのクラス最高の、48馬力、を達成しています。軽量車体で167キロ、という重量は他のメーカーさんでも真似のしにくい設計で、パワーウェイトレシオを考えても相当、速いバイクであることは間違いありません。シート高も800ミリもない高さなゆえ忍者の、好きな女性も乗れるというフレンドリーさも、持ち合わせています。スリッパ、クラッチや ABS は、もちろんついていて、乗り、出し73万円は、川崎さんのバイクにしてみれば、良心的な価格と思います。ただし川崎さんの 250cc には、ZX25R が存在しますのでこの点が、微妙な選択肢でしょう。ZX25R は、馬力でも45馬力を持っていますので、ほぼ400忍者と肩を、並べています。ただし、乗り味は異なり価格も400忍者より、10万円ほど高いので、実際に乗ってみて購入する方がいいでしょう。ZX25R は、人気のある4気筒バイクですから、皮肉なことに同じ会社の、中に強敵のライバルが、存在している、というのはやや複雑なものがあるかもです。最後に KTM390、アドベンチャー行くよ。これは短気筒で43馬力を、発生する KTM の、DOHC エンジンを、搭載でパンチ力があるバカッパやい、高性能バイクです。しかもスタイルがアドベンチャー。と来ていますから言うことないです。これは過去に実車を見に行きましたが、適度に大きく小さくもない本格的な、アドベンチャースタイルで倒立フロント、フォークを搭載しているデュアルパーパス、モデルでした。足つきもシート高の割には、しっかりとしており168センチの、私でも川崎ベルシス X250 のような、不安さはありませんでした。また大型キャリアも標準装備、ですからこれもまた好印象持てます。ABS は、もちろんですが悪路を走るために、トラクションコントロールも装備しており、スイッチで切り替えができます。正規代理店の購入でしか今のところ購入できないようで、乗り出し86万円派ホンダさんの、400X、と並んでしまいますができれば、並行輸入、が出てくれば10万円ぐらい早くなるかもしれません。以上いかがでしたでしょうか ?400cc は、車検もあるから 250cc と、比べてある意味不利とも言われていますが、400のオーナーさんから言わせると、250と維持費は、そらほど変わらない、と言いますので購入する選択肢も、ありかと思います。皆さんも一台いかがですか？ええー、ねえ、こうやって、ありがとうございます。こうやって見てみますとね、400cc がいいのか、それともちょっと排気量を下げてもね、400cc 並みの性能を持つというようなメーカーさんが ありまして、それを押し出してるというようなところとかね、それから排気量を小さくして、エンジンのコンパクト化とか、部品のね、軽減
そういうものを測ると、今度はコスト削減になって、で、価格をお客さんの方にね、還元して打ち出せるというようなね。まあ、それ具体的に言いまして、ヤマハさんなんかはね、そうだったんですね。ということで良かったかと思うんですよ。まあ、あとまあ、ホンダさんあたりは本当、卒のない作りで、さすがにホンダさんだなというところとか、それから、レースをね、やはり、重きにおいて頑張っておれる川崎さんなんかいうのは、やはり売る商品がね、忍者あたりシリーズは看板になってるんでね、そういうところは、やっぱしっかり捉えてやっておられるなとか。で、逆に鈴木さんは今回、出なかったんで、ちょっと残念だったんですけどね。鈴木さんはね、400はスクーターのバーグマンですか400あるんですね。それですね。で、300もちょっといろいろあるんかな、スケールダウンしてあるんかなと思ったら、それはもうないんですね。やはりもう250とかその辺で、力を入れておられて、買ってくれと。で、価格も還元するよって、装備もつけるよっていう、そういう方向でね、行ってらっしゃるっていうのはね、やはりなかなか興味深かったです。で、逆に鈴木さんはもう650とか、リッタークラスでね、早い方はリッタークラスでっていうふうに、きちっとターゲットを絞って、積み分けをね、はっきりさせて、製品化してると。そういうようなところはね、やはり戦略としてね、なかなかなもんだなと思いました。まあ、それぞれ、お立場があって、頑張っておられるんで、いいバイクがね、どんどん出てきてくれるっていうのはありがたいです。はい。今日は、これぐらいにしときます。では皆さん、次回お会いいたしましょう。ごきげんよう。さようなら。